ホセセレスティーノ・ムティスは、スペインの植物学者、司祭である。新大陸で、博物学的探検を行った。カディスで生まれた。先例名は、ジョゼ・チェレスティーノ・ブルーノ・ミューティス・ワイ・ボシオである。カディスの医学校で医学と自然科学を学んだ。1755年に、セビリア大学で医学の学位を得た。1757年に、医学の博士号を得て、 1757年から1760年の間、マドリードで解剖学の教授を務めながら、ミガスカリンテイス植物園で植物学を研究した。1760年に南米のスペイン植民地、ヌエバ、グラナダ副王領の真相徳でラセルダの個人位として南米に渡った。1761年2月に、 ボゴタに到着した時から1791年まで記録、ジアリオでアブザーバス用ネスを書き続けた。スペイン族領に到着した後、薬草の研究や当時万能薬と考えられていたキナの研究を行い、エルアーカのデラキーナを執筆した。1763年からスペイン国王に南米の動植物の探検調査を行うように請願したが、 認められるのは20年経った後になった。ムティスは、動植物の標本を集め、スペインの学者や、リンネラの外国の学者と分通した。1772年に司祭に上海された。1783年に、南米の動植物の探検調査は始められ、25年間に、わたって、広大な領域を探検し、何百という植物を発見し、詳細を記録し、 何万点もの標本、何千点の図や文書や博物学的標本が集められた。集められた標本の多くは整理されないままに終わり、いくつかの文書はスペインに運ぶ間に失われた。その他の科学的業績には、木製の衛星の色を利用して、ボゴタの経度を測定し、天文台の創設に貢献した。1801年に、ドイツの有名な博物学者、 アレクサンダー・フォン・フンボルトは、ムティスのもとに、2ヶ月間滞在し、ムティスの植物コレクションを賞賛した。1808年に、ボゴタで、脳卒中で没した。1784年に、スウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれ、1992年に、スペインの2000ペセタ紙幣にムティスの肖像が用いられた。 1983年から発行されたコロンビアの200ペソ紙幣にも肖像が用いられた。低カの植物の俗名ムチシアなどに懸命されている。ミューティスは植物の学名で命名者を示す場合に、ホセセレスティーのティスを示すのに使われる。ありがとうございます。